ね、5時半、うん、もう終了時間ですよ。ですね。寿司食うなら寿司我慢するっていうそれ精神製造良くない気がする。ウェイするか。いや悔しさはあるんですよね。でもね、あまあね、リベンジしたい感ある、ね、縮小じゃないからね。5時間足んなかったねチャリンチャリンじゃねえんだよ。28,000円。28,000円出てきました、うん、全部片付いてないのに、うん、これ全部片付いたらマジで4万いくんちゃう。いくよね。何時になったら出るかを決めて、もうちょっとだけ片付けるか。やろうか。6時まで頑張る。よしやろう。6時まで頑張って、うん、ちょっと今からバーって20このあと残り20何分を1にバーってやって、で寿司食いに行こう。 OK、 よし片付けるぞ。これ食べちゃって片付けよう、うん、やろう、うん、甘いもん食べたしね。うん、呼吸したし、ちょっと元気出た。出た。でこれはもう早速ゴミ箱に捨てる。そう、そしてフォーカスが洗う。うーん、よしやりましょう。よしやろう。ああせめてこの扉が閉まるぐらいまで。多分私ベッド今日普通に寝るよ。これで寝れるのか。え、横にドドドドーッドーッてふーって思う。先輩この中見せて。じゃあ、伊藤さんはペットボトル簡単になろう。これの中身を捨てる最後、開けるわ。まだある、まあ、服は自分でやれこの服はね無理だ。私なら全部捨てます、うん、買い直したもんね。早い。なんで別に安いですね。全部出て買い直す。まあなんか高級なやつ以外は。うん。28,000円出てきたしさ。そう。どうしよう。28,000円だって今日なくなるぜ。え、今日全部使うわけじゃないですか。暗いし、どんだけ食ったらなくなるんだよ。1人2,000円食べても8,000円いかないよ。2回100円やぞ。ベッドもさ。電気つかないの？くっとつくんだけど入り口で。でもね、ムーディーなライトだけだよ。え？もう一回やってみます。消えてるわマジで。よっしゃー、やるぞー、やるぞ。バスケット、自分も何も言えない。